Showtime!
闘こそが自然のあるべき姿よ。本当こそが自然のあるべき姿よ。
生きて。
学生ごと排除するか。
自然のあるべき姿よ。私と踊るなら死を覚悟して。なんだこれ、ユーミルルボットに密かに可能性を感じている、その辺の可能性って何のシナジーがあるんだ。後半か、多分ミッドとかトップとかの、あのレートキャリーを生存させるってことにだけでは、多分ルルとユーミ本当に強いから。そうか、別に空かいい。ブルーアピールで来て、空かはサイレンスだけど、ブルーってさ、ポリモフがあってさ、デヒルスも増やせるさ、ウルトもあって、ノックバックもあってさ、スローもあって、影響化とかスペル強化できてたんですよ。別に弓じゃなくてもよくない。
ルーミア乗ったら AP とか上がるから。食べながら喋らないの。何食べちゃう。うるせえ。飯の時間ないんです。今日は何時まで行ける？今日は5時かな。うん。何これ？プロの。いや、サイバネやりたかったんだけど。そこだよ。あ、どう見てもサイバネじゃないんだけど。いいの。TFT でも OTP しかできない。サイバーティックワンプリックポニーとか見たくなかったよ。ん？サイバーティックワンプリックポニーとか見たくなかったよ俺は。そう、ブローラーとセレスティアル覚えたけどさ、やっぱさ、覚えらんねえ。なんかティーフがあんまり邪魔になっちゃったもんね。もさもさして美味しいよ。野菜、野菜、焼きそばか。はい、野菜、野菜、野菜で焼きそばでもしゃもしゃするわけないでしょ。でもなんかスプーンで食べてんな。あ、なんかスプーンで食べてない？フォークか。箸だよ箸。そう、なんかカチャって音がしたから。ああ、ハンバーグとキャベツと卵焼きと、梅干しと、水菜かな。なんかお弁当みたいだな。作り置きしてくれてた。なるほど。いたれり。あそこ米と納豆と卵で食べる。卵焼き。まだ食べんの？まだ食べんのっていうか今食べてる。現在が進行形。え、納豆も？あ、ないときは納豆食べてる。納豆とハンバーグ。育ち盛りだね。単純に朝飯食ってないなと。いやだもさ、限度あるでしょ。若いからね。若いよ、12歳だからね、仕方ないよ。12歳とかだとあんまり胃が大きくないけどな。永遠の12歳だから、みんなよろしくね。邪魔だ。
降りてみないと効果が発動するかわかんない。それぐらい見て頑張って。うーん、あ、これがいいか。いやでもな、ちょっとそれぐらい見て頑張って。裁判出したかったな。そういや、カロンさんがついに他のチャンピオンを触り出したよ。ああ、昨日言ってましたよ。うん。なんか、ノーチラスの時だけ勝ったよね。ノーチラスの時、仕掛け方うまかった。聞くとこによると、メルヘビとかいうクソ ADC が足引っ張ってとか聞いたよ。おっきい、かわいい。最近俺はあれだから、見守るだけの存在になるから。え、何？寝転がってて聞こえない？はい？何？衝撃的な発表を聞いたんですけど、今。え、寝転がりながら、いや、話してるから聞き取りにくかったんだけど。違う？え、俺寝転がってないよ。あ、そう？ちゃんと喋ってくれ。何？ウルフさんが寝転がりながら TFT やってんのかと思った。あ、違う違う違う。びっくりした。そんななんかハイテクなベッドとかないよ。いや、ノート PC をわざわざそのためだけに買ってきてさ、ベッドの上に置いてさ、寝転がりながらやってた。あ、どうしようかな、これ捨てたい。だからこれアイテムがないんだよな。拾ったやつ、あ、そっか、アザヤに積んじゃったんだな。すぐこうやってさ、アイテム積んでする。ん？何？え？いや、なんもない。アイテ？あ！いいよ、危な。マインクラフトとドラゴン死んでた。いや、マイクラはもうあれ以降ドラゴンはもううちの外に出してない。ん？何？諦めた。いや、ドラゴンは新しく持ってきたけど、怖くて怖くてあんま外に出せない。他保護にもなってる。実際のところ5時ぐらいからウルルさんがのこのこを聞き出してきたのを見てたんだけどね。ひどくない？休みだって言って、あ、休みじゃないけどさ、昼間いるっつってなんでさ。いや、だってさ、俺さ、7時行くと思ってたんだけど、別に俺、70? じゃあ、夜までやって、うん、で、昼も行ってると思ってた、謎に。ああ、そういうこと。だから7時で。だから夜でだって、夜で。あ、だから昨日は普通だって言ってたじゃん。うん。だからね、メンテだったからいいんだよ。
キルいるっていう、いうことをね、あの頭になかったからね。っていうかそれにしてもですよ、それにしても1時に起きるのはおかしい。お、あ、朝はちゃんと起きなさい。1時なわけじゃないよ、課題してただけやから。うん、偉い偉い。ほら12歳だからひらがなの書き取りとか漢字の書き取りとか。小学校って何やるんだろう、覚えてない。とりあえず私の時代はちょうどローマ字が取り入れられた時代だったわ。うルームさんとさ、別に話するのは悪くないんだけどさ、いかんせんね、いかんせん、ネット授業かっこ、あの動画が送られてきてさ、動画授業、授業の講義のやつを動画に送って送られてくるから、すごいね、そういう対応してくれるんだ。うん、だから、聞きながらだったらは、まあ、大学だったらな、私の友達の子供の小学校ではなんかそこまで進んでないみたいで、やっぱ、なんか普通の紙でしょ。やば、俺は古草に今は自分の小学生って思われてる。いや、あの、なんていうか、東京の小学校なのにインターネット化してないんだなって思って。ああ、そうなの、東京はあったらそのぐらいしてると思った。ね、やっぱこれは本気だね。大学校によるみたいね。やっぱりコストかかるから。まあ、古草のポケットマネーに全部賄えると思う。困ったらこれでいいやで全部解決すると思ってるから。あれ、ロシアンどこだったっけ。ロシアンやかばほんとあー、ゆえを、あとりあえずなんかコスト3のチャンピオンを星2とかにしても全額戻ってくるようになったらしいですよ。あれ次だったかな、次のパスだったかな。コスト3を2にしてもらってくるって大工じゃない。うん、でも今じゃなかった今じゃなかった、次のバッジの話だったかもしれない。ウルグサは未来の世界線に行けば。別に PP の記事は見ないけどねどうしようかな、これいらない、これいらない、とりあえずサモナーズリフトは ADC が OP になったからもう。ちゃんと読んだ、ちゃんとベインは外されてましたよ。みんなの意見が通ったんだと思う。ベイン外されてたと思う。ヘルスは、ヘルクスこそ上がってないけど、攻撃力、範囲力は 10% 上がってるから頭おかしいです。まあまあ、そう、そう、なんていうの、そう、生きらない、なんていうの、そう怒らないっていうのなんて。とりあえずルーさん一回ノーマルとか言ってトップベインとかと当たってきてみ。当たってこないといけないの、相手がベインかよそんなうんじゃん。じゃあどうやどうしてそんなにベインが食べるか喋るかどちらしてタイヤが育たないな。レリアの
アイテム積んできたけど、これなぁ MF に使いたいんだよなぁ。野菜と卵かけご飯と納豆ご飯どんだけだ卵と納豆一緒に買ってるだけよ。あー、うちの父もやってるわ。なんか健康にいいとかなんとか食べ過ぎでしょ。これがしたかったんだけど、ウルグさんさ、何なんかそいぞい一本で食料量が足りてるみたいな話してる。なになに、ウルグさんの胃袋はソイジョイとかそういう健康食品。あ、ソイジョイね、贅沢だね。食べないけど買わないな。ちょっと待って飛んでくとアイテム詰めないのよ。どうなんだっけこれか。あとエコーを探すだけ。お金じゃないか。入れ知恵欲しかったんだけど。何これ何が足りないんだこれ。あれ何かが足りない気がする。あれなんだこれ。1,2,3,4,5,6,7,8。ルシアン、ルシアン、おかしいな、なんか一人多い気がする。ルシアン、どこか。おー、やっぱり激アツよ。
結構出てる、やば。いいかな。ソードブレーカー2つ積んだらどうなるの？あれ、赤バフって重傷ついてましたっけ？ついてるよ。サモナーズリフトも。サモナーズリフトはついてる。ついてない。ついてない。サモナーズリフトはついてない。TFT はついてる。うーん。これは来ないな。いない。